ますカンピンタンです。今日はしんちゃんとボラちゃんで勝負らしいので、まずは朝の場所取りじゃんけんいるんだっけいらと思うでは行きますよ。最初はグーからね。最初はグーじゃんけんポン。勝った。はい、じゃあもう一回最初はグーからいくよ。せーの、最初はグーじゃんけんポン。多分もう運使い果たしたな、これでこれで運使い果たしたな。では一番いいのが右端、うん、らしいです。ではちょっと用意してきますよ。これ真ん中行くか。え、真ん中でどっちでもいいよ。真ん中は一番釣りにくいで。ロープの中横に2本ちゃう。どうしますか。真ん中行っときますか。では準備開始。懐かしい感触です。ヘルニアからの復活長かった。あのエイ釣った時にまたやられてしまった。よいしょ。あかんわ、これ使えませんわ。なんぞ、はあ、長いわ。おいタイヤ、タイタモプリーなんかついてきたで。うん、わらさわらさの方リアの記事なの。ちっちゃ。2匹目ゲット。餌はボケそこ。ええとこ座っとないで頼むよ。なんか出してきたよあの人。え、なんかボケ出してきたんだ。いやわ、今からオキアミの時代やで知ってました
もうボケは2回やったで。伝えなかったんですか。スカリは？スカリなんかな、多分台風で全部あげてあるさ、ひっくり返してあるもんでな。めんどくさいから。また釣った。うん。ボラちゃん何しとんの。何やねん。やろ。減った。一瞬の。で餌がなくなるまでのコンコンの秒数を覚えといてさ、そのなくなる寸前ぐらい。コンコン。コンコンぐらい。はい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 、ゲット。はい。こんなにタイばっかでならんで。ここが何番？6番。ここ6番な、うん、誰が1番？ 8？ 1ナンバーワン。え？ナンバーワン。6の隣？ワン、うん、ワン。あれは5。ほら、いったヒット。チョラエモン。しんちゃん、しんちゃん、反って、体反って。はい、言った通りでしたやろ。わかりやすかったやろ。わかりやすい。ちょっとあかんやん、これ教えたら俺な。え、サウカツやな。違う魚やったらいいな。どうやろ。赤か、黒か、茶色か。茶色のでっかいのもよう引くでな。なあ。首振る？あ、なんかそうやな、サイヤ。ここの太一。水深があるでな。ああ、ちょっと待って。はいや、はい、はいやで、はい、サイズどうですか。サイズ同じぐらいやな。あれ残念ながら。最悪、かかってしまったやん。お、ババアヒット。かかってしまった。ババアに負けたらあかんだ。ババアに負けた。負ける。ちっちゃいよ。タイなんやろか。勝手に向こう乗ってきたよ。オキアミ、私アジ狙おう思ってさ。え、そこや。じゃあそこなんやけど、とりあえず棚をな、取るのにさ、落としただけ、団子で。あー、タイやし。返すよ。乗った。走る系やな。いや、俺の方でやる。すみません、すみません、すみません。やっぱり俺の方が取るやな。すいません。俺の人が走っていく。すいません。妨害行為や。いたたたたたたた。すいません。
乾いた。よいしょ。オランダみたいな。ああもう。綺麗やなやっぱりここのは、うん、色が。やめて。まっ。魚の胃袋の中で見るのが楽しみです。ああ、最初俺も楽しかった。犬とか。人の漁場は美味しいね。おお。元気やな。何？元気やな。なあ。そろ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 って流しとったから。あ、晴れるぞ。大きいんじゃん。あんまり早くあげたないですね。あ、サンドランド配達。なんで？あれしかないわ。丸エビやでしたこれ。丸エビイエロー。丸エビイエロー。マルキオさんですね。はい、タイでした。うちタモないの。タモ番手なんかあんの今日。多分ここ置いといてくれないけどな。ばあさんどっかへ持ってくもん、ね、うわすごいフラムス。そうすかい。これがドラえもんの下におりました。え、ここまで流したんですか、ね、引っかからないようにちょっと上上げては横へそれを繰り返して。どんで人の両側って言っちゃうんですか。だってそこが一番釣れんやもん。船頭がここが一番ええって言ってました。でじゃんけんに負けました。でなんで俺がここを選んだか。行けばいいや。右も左も狙えるでしょ。そういうことです。真ん中って結構クリアでな。それに、お、行った。ドラえもん行った。あの顔見立ってください。でバラして。何やろ。タイやな。これ感動されそうになってるよ。あれが気になったね。そうやろ。何？タイか。おっきいおっきいおっきい。それをお前お父さんのお前70歳の時に持ってかなあかんわさ。本当ですよ、終わってました。あ、読み込んでましたよ。あ、そう見た動画わからん、もう全部自分が釣ったことになってるかわからん。あー釣ってきだったぞ、みたいな。ちっちゃいわってなるべくこっちに団子を打って、あそこの鯛をここのまで持ってきて、で、こう上げ下げしながらあっちまで行くと。で、向こう行ったら釣れる。うん、なかなかええ作戦やろ。私はあんたを飛ばせ。そうそうそう。あ、そうやな、でかいな。でかいな。
でかさで勝負しようとしてきたよ今度。サイズでしょ。いやそうなん。めっちゃ知ったかやん。最近言ってましたよ。サイズでもええけどさ。オキアミでした。オキアミか。今オキアミつけてる。さあ始まりました、しんちゃん対ボラちゃん。開始1時間半経過でしんちゃんが4匹、ボラちゃんが2匹です。サイズ的には同じぐらいの大きさです。どちらが勝つのか、しんちゃんが勝つと思った方、チャンネル登録お願いします。ボラちゃん頑張れって思った方は高評価お願いします。どちらが勝つか、乞うご期待。ちなみにですが、さっちゃんは泳がせ用の餌を釣ることに宣言していますよ。チャンネル登録、高評価、コメントありがとうございます。それでは、おまけ以上、どうぞ。ええとこやな、ここな。広いし、トイレが便器ついてるし。洋式やな、洋式の便器があった。あとウォシュレットとかあったら最強やな。海水海水キリジの人注意。さっきあーって言わなかった。あれすごいやろか。ドラえもん下によく読んで撮って。今の釣ってたかっこいいです。いやもうかっこ悪いと思う、何回もこれやし。ご視聴ありがとうございますにゃん。まったねー。